ムス、アンジェにお帰りって言って、ただいまお父さんで終わるの。ベタだけどよかった。ベルグリフもアンジェのことをしっかり思っているので、そういうのがいいですよね。メインが親子愛で、そのテーマがずっとぶれなかったのが良かったですね。個人的にはもう少し作画が頑張っていれば、良かったかなとは思いました。以上、Sランク娘のお話でした。